現在、アメリカは中国に対して F-22 戦闘機と F-35A 戦闘機での日中中間線を越え、中国本土へ最大級の圧力をかけているとの情報をキャッチしました。今回は、この中国本土へ最接近の状況を詳しく見ていきます。ペロシ訪台で、米中の対立はより激化しています。中国はいつの間にか台湾と尖閣は同時に侵攻する方針をかな。2022年6月に月20から中旬にかけて山口県の岩国市にあるアメリカ海兵隊の岩国基地にはアラスカ州やハワイ州からアメリカ空軍のステルス戦闘機が総数で30機ほど飛来しており、その意図に注目が集まっていた。この内訳は、いわゆる第5世代戦闘機と形容されるロッキード・マーチン社製の F-22 ラプターが12機と F-35 ライトニング 2A 型が18機であり、これほどの数の同機らが日本に集結したことは非常に稀有な出来事だと言えた。こうした動きをアメリカが見せた背景には、前月の5月に中国海軍の1隻目の航空母艦にして訓練用の艦艇とされる遼寧が沖縄の南側の海上で搭載する固定翼、機、回転翼、キラの多数の発着艦演習を繰り返したことがまず浮かぶ。また、同月の下旬にかけては中国空軍とロシア空軍の戦略爆撃機が日本海方面から太平洋方面に及ぶ合同飛行を敢行しており、世界の多数の国がロシア・ウクライナ戦争でロシアと距離を置く中、中国は協力関係を明確にしていた。中国やロシアにとっては、ロシア・ウクライナ戦争を含めてアメリカをはじめとする西側諸国の価値観のみが世界を動かしているわけではないと示したいのだろうが、つくづく、これらの国々の危うさを再認識させられる。ことに、ロシア・ウクライナ戦争の渦中にあり、アジアにまで、軍事力による影響力を行使することは、事実上厳しいロシアはともかく、中国は、台湾への軍事的圧力を弱めることはなく、日本の南西諸島に対する動きも同様である。それでも、従来のアメリカは、中国をいたずらに刺激することは国策として得策ではないと判断している嫌いがあり、中国の著しい軍事力の増強もあって、近年はあまり直接的な軍事的な牽制行動については控えている感じも伺えていた。しかし、6月24日からアメリカは沖縄の嘉手納基地所属の F-15 イーグル、岩国基地に常時配備中のF-A18 スーパーホーネット、F-35 ライトニング 2B 型、そして、臨時に飛来中の、同 A 型と F-22 ラプターを動員した訓練を実施した。これらのアメリカ空軍、海兵隊の戦闘機は、2機で、1組の編隊をなし、最大で、同時に、8個ほどの編隊を、韓国の南側から、日本の尖閣諸島の北側に向けた、日中の中間線に沿って飛行させ、そのうちの1割ほどは、中間線を中国側にまたいだとされる。アメリカ軍は、こうした行動に、KC-130J 空中給油機を随伴させており、主として尖閣諸島の手前の空域にて飛行する戦闘機に、空中給油を行い、航続距離を確保したとされ、大型の原子力航空母艦等を投入せずとも、軍事行動が可能だと見せつけた。アメリカ軍の戦闘機体のこうした動きに対して、中国側は、対岸の福建省等の基地から、J20 戦闘機等をスクランブル発進させて、警戒に当たったといい、こうした行動について、日本政府は、アメリカからの事前の通告を得ていたという。ただし、日本側からは、こうした中に、戦闘機の派遣は行われておらず、
この状況を監視する意味で、そう、奇形怪奇等の複数の航空機が、アメリカ軍並びに中国軍の、それぞれの戦闘機の動きをつぶさに観察することに努めたとされる。政治的には、近々に、アメリカのバイデン大統領と中国の習近平主席は、2者会談を行う予定であると見られており、今回のアメリカ軍が見せた動きで、中国の軍事力を牽制することが可能であると、事前に知らしめる意味合いもあったのだろう。ロシア・ウクライナ戦争に見るように、ロシアの横暴をアメリカは許容できないことと同じく、台湾においても、中国軍の軍事的な行動をアメリカは許容できないと示す必要性に駆られたゆえの行動が今回の戦闘機派遣の理由だと考えられる。アメリカ海兵隊の岩国基地では7月7日に同基地に常時配備中の FA-18 スーパーホーネット F-35 ライトニング 2B 型に加え臨時に飛来していたF-35 ライトニング 2A 型と F-22 ラプター等によるガス機発進準備訓練を行っていた。第二次世界大戦時に爆撃機体の存在をアピールする目的で開催されたのが起源とされるのが多数機発進準備訓練であり、これは多数の機体が滑走路に集う様を動物の像になぞらえてエレファントウォークと一般的には名ばれている。今回、アメリカ海兵隊と空軍は、各種の戦闘機を用いて、この多数機発進準備訓練、つまり、エレファントウォークを実施したことを画像で公開したが、第5世代戦闘機の F-22 ラプターと、F-35 ライトニング2の A、B 両型が集ったのは、かなり稀有なことだ。そうした状況からも、今回の岩国、基地への F-22 ラプターと、F-35 ライトニング 2A 型の飛来は、極めて異例な出来事であり、台湾有事や日本の防衛体制にとっても、強力な後ろ盾となるアメリカ軍の新たな可能性を示唆したものと受け取れる。ロシア・ウクライナ戦争は、近年、稀に見る大国同士の直接的な軍事衝突という点で、様々な戦訓を示しつつあるが、戦闘機で見た場合には、相互の空軍機が、ほとんどのケースで、いわゆる第4世代機しか投入できていないため、決め手を欠いている。一時期は、ロシアが、自身の優位を示そうと、第5世代戦闘機たる SU-57 を投入したと、喧伝した時期もあったが、同機は、実戦配備されている、機体数そのものが少なく、そもそも、ウクライナの、健在な地対空ミサイルを恐れてか、長距離爆撃に使用されただけのようだ。そのため、第5世代戦闘機が空中戦を行うなどの事態は正規しておらず、また、今後も、その可能性は、著しく低いと予想され、これらが行い得る制空戦闘が、いかなるなるものになるのかは、全く不明な状態のままであると言える。こうした中で、今回、アメリカが F-22 ラプターと F-35 ライトニング2らを日中の中間線付近に飛行させたという意味は、中国軍の戦闘機や対空兵装に対して、自軍の航空戦力が優位にあることを内外に対して知らしめたものだと感じられる。アメリカ側は、今回臨時で岩国基地に派遣していた、F-22 ラプターと F-35 ライトニング 2A 型について、7月21日に、最後の2機も、訓練の終了に伴い帰還させたと、日本側に伝えており、これら総数30機は、日本を後にしたことが、明らかとなった。これら F-22 ラプターと F-35 ライトニング 2A 型の岩国、基地への臨時的な派遣については、7月に入り、事前に、
土日の飛行は原則的に行わないと説明されていた状況が発覚にされたとして、一部の反対派からこれを糾弾する声が上がっている。こうした声を受けて、岩国市側は7月9日と17日に指摘の通り戦闘機の飛行があったことを認めたが、それは訓練を目的としたものではなく、派遣元の基地に帰還するための飛行であったと認識を示し、事態の沈静化を図っている。岩国基地が所在する岩国市では、一部の反対派からの糾弾にさらされ、こうした釈明を強いられているわけだが、そもそも、アメリカ軍の日本の国内での活動に対して、席を負うべきは国であり、一地方行政機関が判断可能な問題ではないと感じる。すでに、中国の年々増強される軍事力に対し、日本一国のみで対峙することが困難となっている状況下にあって、抑止力としての在日アメリカ軍の行動にまで異論を挟むのならば、これに代わる案の提示を行ってほしいものである。防衛省がイージス艦へ、丸三式中距離地対艦誘導弾、改良型の搭載を想定しているとの情報をキャッチしました。今回は、このイージス艦への、丸三式中距離地対艦誘導弾、改良型搭載を詳しく見ていきますね。丸三式改良型と、SM6 で開発急ぐよ。日本で2020年6月にミサイルのブースター部分の落下地点の制御が困難なことを理由として急遽配備の中止を決定されたのが陸上配備型のミサイル防衛システムのイージス・アショアだったが、そこに至る経緯も注目を集めていた。そもそもイージス・アショアは海上自衛隊が8隻のみを保有している貴重なイージス護衛艦をミサイル防衛というピンポイントの任務から解放し、その他の様々な防衛任務にも柔軟に対応させる意図が含められていた。そのため、イージス・アショアの配備の中止が確定した後には、これをどのように代替するかの検討が行われたが、最終的には、イージスシステムを搭載するミサイル防衛専用の艦艇を新規で2隻建造することが決定された。ミサイル防衛の専用とはいえ、艦艇型となれば、陸上配備型のイージス・アショアが利点として打ち出していた人員確保の点や、本体のメンテナンス等の点で、イージス艦よりも容易に行えるとされた利点は、若干霞んでしまった感は否めない。しかし、その時点で、他の複数の代替案と比較、検討を重ねた結果、専用艦の心臓を上回る合理性を持つ案はなく、先に挙げたイージス・アショアの利点の継続はならないものの、心臓艦案が代案として採用されるに至った。そんなイージスシステムを搭載するミサイル防衛専用の艦艇だが、主兵装にはアメリカ製の SM6 の搭載が有力視されており、同ミサイルのどのようなバージョンとなるのかは未定だが、中核戦力として期待されている。ただし、こうしたイージスシステムを搭載するミサイル防衛専用の艦艇に対し、今年2022年の夏場以降には、これまでに述べてきた SM6 以外の兵装を組み込むことについても、大手のマスメディアが報じるなど、再び注目を集めている。
まず、8月17日に読売新聞で報じられたのが、現在、陸上自衛隊が配備を行っている、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型を搭載するという案であり、大幅に射程距離を伸ばした同兵器によって、いわゆる敵基地攻撃能力を付与するとするものだ。昨今は、いわゆる敵基地攻撃能力という表現は、その文字の持つ攻撃という響きや、さらに、それが、専守防衛を旨とする自衛隊の兵装として、適切ではないとの判断もあってか、与党、自民党の一部から出された反撃能力という言葉に置き換えられつつある。ここでは、そうした言葉の定義について言及することは避けたいと思う。が、本質である、一蓋式地対艦誘導弾弾の能力向上型は、第一段階としておよそ 900km、最終的には、およそ 1500km の射程距離の獲得を目標としている。一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型を開発に従事してしているのは、オリジナルと同様に三菱重工業者であるが、すでに、令和4年度の防衛白書にて折りたたみ、形式の主翼を備えた同ミサイルの画像が掲載されており、実用化が近いことを伺わせている。こうして、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型は、オリジナルの地対艦という、プラットフォームと用途に限定されず、艦対艦型や空対艦空、対艦型など多様で、複数のそれらに対応する兵装となる見込みであり、今後の日本の対艦兵器の主流となるのだろう。現行で、陸上自衛隊が配備を行っている、一蓋式地対艦誘導弾は、最大でも、その射程距離は、およそ 200km 弱と見られているため、南西諸島等の防衛には、少なからず、複数の島々に分散させて配備しておく、必要がどうしても生じている。これが、能力向上型に進化し、先に挙げたような、飛躍的な射程距離の延伸を実現できた際には、たとえ地対艦型だったとしても、従来以上に配備する場所への自由度が高まり、南西諸島の防衛には、これまで以上に効果を発揮するだろう。そして、8月23日に、読売新聞は、さらにイージスシステムを搭載する、ミサイル防衛専用の艦艇には、昨今、中国やロシア、北朝鮮が配備を進めている、極超音速兵器への対処も、可能とすべく、03式中距離地対空誘導の改良型の搭載も検討されていると報じた。03式中距離地対空誘導弾は、自衛隊内では、中ザムの略称でも呼ばれている兵器であり、三菱電機が製造を担う。ミサイル本体を6発を一組として、核型の発射塔に収め、これを、装輪式の車両の後部に搭載して垂直発射にて運用を行う。この03式中距離地対空誘導弾は車載型であるために機動性に秀でていることは当然だが、搭載しているのはアクティブフェーズドアレイ方式のレーダーであり、攻撃目標の探索から追尾、そして射撃管制までの三役を担う。03式中距離地対空誘導弾のアクティブフェーズドアレイ方式のレーダーは、最大で100個の個別の目標を探知し、その中から12個までの目標を追尾して攻撃を行うことが可能であり、航空機のみならず、各種のミサイルの迎撃に対処できる。こうした特性を有する、03式中距離地対空誘導弾は、射程距離に関しては、非公開なため推定上の数値とはなるが、これまでの陸上自衛隊の演習時や、アメリカでのMIE、テストの状況からは、およそ 60km は、下らないと考えられている。03式中距離地対空誘導弾は、2010年から2016年にかけて、初期費用を抑えつつ、より低高度を飛翔する敵ミサイルや、より高速な目標への対処能力を向上させた、
丸三式中距離地対空誘導弾、改善型へと進化し、2017年度予算から調達が始められている。そして、2020年より、ロシアが配備するイスカンデルミサイルのような、変則的な軌道で飛翔するとされる弾道ミサイルへの対処能力を付与するため、さらなる改良を施す開発が続けられており、2023年から2027年頃の実用化を目指している。こうした、丸三式中距離地対空誘導弾、改善型のサイドの開発は、ミサイル本体、および、射撃管制装置に対して行われる見込みであり、搭載するレーダー等の高出力化も含めて、日進月歩の敵ミサイルの進化に対応すべく行われている。ただし、ついに、開戦から半年を経過したロシア・ウクライナ戦争において、ロシア軍は、ウクライナへの攻撃に、イスカンデルミサイルを投入したが、ウクライナ軍が持つ旧式の S-300 地対空ミサイルで迎撃されたとの報告も伝えられている。この事実が示すものが、ロシアのイスカンデルミサイルの実力が、同国が喧伝するほどには、迎撃が困難ではないのか、S-300 が、思いのほか高性能なのかは、判然としておらず、断定的な判断を下すには、まだ情報不足だと感じられる。話を、日本のイージスシステムを搭載する、ミサイル防衛専用の艦艇に戻せば、SM-6、1-2式地対艦誘導弾、弾の能力向上型、そして、丸三式中距離地対空誘導弾、改善型の進化版と、複数の用途のミサイルの運用が推定される状況にある。こうなってくると、当初のイージスアショア大対策としての存在を超えて、もっと拡張された用途に用いられる可能性が増したということなのだろうが、そこには、国産での VLS、垂直発射艦の開発も同時並行で行う必要が生じるのだろう。この国産での VLS、垂直発射艦の開発は、今後、海上自衛隊の潜水艦への対地攻撃用の兵装の実装にも、転用が見込まれると思われ、自衛隊が持つ兵装の汎用性を強化することにつながっていくものだと期待したい。海上自衛隊護衛艦いずもに F-35B 戦闘機艦載化計画進み、現在護衛艦加賀が改修工事を行っています。今回は護衛艦いずも、加賀、建造されるきっかけを詳しく見ていきますね。意外なことかもしれませんが、護衛艦ヒューガと輸送艦大隅です。F-35B 戦闘機の配備基地が、宮崎県の新田原基地となっていますが、ロシア情勢も考えると、42機体制から84機へ増やすか、半分を日本の北側の基地に配備するなど、いろいろ考えられます。ついに F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦いずも、日本が待ちに待った空母化が実現し、常時艦載ではないが、F-35B 戦闘機は、新田原基地に配備され、ロシア情勢次第では、
東北方地方に配備されるとも言われている。島国日本にとって、広い領海や接続水域の防衛を担う海上自衛隊は、時代の変遷とともに装備する艦艇の強靭化を着々と進めており、新たな艦級、分野への進出も、政治と連動して進化されてきている。このような状況下で、近年の海上自衛隊艦艇の中において、人気、知名度、規模のいずれからも、最も大きな注目を集めているのは、ヘリコプター搭載仕様出雲、片護衛艦の出雲と加賀の2隻だと言って間違いない。出雲、片護衛艦は、海上自衛隊の艦種分類上から、ヘリコプター搭載型護衛艦とされ、略称として DDH と呼ばれているが、海外の軍事専門誌等からは、ヘリ空母として認識されている。出雲、型の初舷、基準排水量 19,500 トン、満載排水量 26,000 トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水 7.3 メートル。蒸気初舷から、名実ともに、海上自衛隊で、最大の規模を誇り、最大で、14機ほどの各種のヘリを搭載可能であり、以下で出てくる他の艦艇との比較の参考にしていただきたい。最大5機のヘリコプター発着艦スポットを飛行甲板上に備える出雲型は、冷戦時に最大の仮想敵国として対峙していた旧ソ連の潜水艦に対抗するため、対潜哨戒任務によって封じ込めることを最大の目的として生み出されている。1991年の旧ソ連が崩壊した後に、継承国家となったロシアに対して、この方向性は持続されたていたが、2000年前後には、急速な経済発展を背景に、身勝手な海洋進出を進める中国海軍が、日本の最も警戒すべき仮想敵国へと置き換わっていった。こうした経緯から、中国への警戒が、最大の課題となる中、日本の同国に対する最前線は、尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面となり、中国海軍艦艇や公船の接近を阻止する方策の確立が、最大の関心事になっている。中国海軍らによる接近阻止を日本が実現するためには、航空機による空対艦ミサイルでの攻撃力の強化が、必須の条件となるわけだが、現状の航空自衛隊の航空機が使用可能な陸上滑走路は、沖縄本島くらいしかなく補助できる島を探し求めていた。仮に、中国との有事が起こった際には、在日米軍基地も集中している沖縄本島は、初動の攻撃で、滑走路の機能を破壊される可能性が一番大きく、そうした事態に対応するためにも、陸上滑走路以外での固定翼機の運用が検討されたわけだ。こうして、米国ロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型であれば、短距離離陸、垂直着陸が可能な機体であることから、これを艦載機とする艦艇を整備しようという結論が導き出された。それを理由に、出雲型に対し、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用可能な艦艇とする航空母艦化改修の決議も進み、太平洋戦争以後初となる念願の海上自衛隊の航空母艦保有が現実のものとなった。出雲型は通常の航空母艦と同様の全通式の飛行甲板を艦内より備えた艦艇であったため、その飛行甲板への耐熱処理や、内部の格納スペースの改修を実施して航空母艦化されることになるが、これ以前にも、海上自衛隊には、同様の形式の艦艇が、すでに存在していた。それが、1998年より、3隻就役している。大隅型輸送艦と、2009年より2隻就役している、日向型護衛艦であり、出雲型護衛艦に先駆けて、
回転翼機を全通式の飛行甲板で運用するノウハウや技術を蓄積してきた艦艇である。この大隅型輸送艦は海上自衛隊の艦種を示す記号では LST 戦車揚陸艦とされているが、国際的な軍事艦艇の分類上では LPD ドック型輸送揚陸艦と見るのが一般的となっており、艦尾にあるウェルドックから2隻の大型の L 脚1級エアクッション型揚陸艇を運用することができる。ただし、大隅型輸送艦は、基準排水量8900トン、満載排水量14000トン、全長 178.0 メートル、全幅 25.8 メートル、深さ 17.0 メートル、喫水 6.0 メートルとなっており、前とした、出雲、型の初舷と比較して小型な艦艇だということがわかる。この艦が全通式の飛行甲板を有していてもヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれていない理由は、ヘリコプターを常時搭載しているわけでもないからで、したがってエレベータもヘリのローターをすべて外さないと運用ができないようになっている。またヘリコプター専用の格納庫が設計されていない点や、それゆえに、ヘリの整備能力も付与しておらず、艦内への収容は、あくまで応急的な運用に止まり、基本は、飛行甲板への露天駐機が前提となっていることも、理由の一つとして挙げられる。それでも、大隅型は、南西諸島の島嶼防衛を担う艦としては、大型の L 脚1級エアクッション型揚陸艇2隻を用いた戦車や装甲車両の揚陸の力を備えていることから、陸上自衛隊に新設された水陸機動弾頭の戦力投射に必須の艦艇だと言っても過言ではない。出雲型に先駆けて全通式の飛行甲板を持たせ、航空機の運用能力に主眼を置いた点から見れば、その前進となったのは2009年から2隻が就役しているヒューガ型護衛艦が最初であった。このヒューガ型護衛艦は、基準排水量 13,950 トン、満載排水量 19,000 トン、全長 197.0 メートル、最大幅 33.0 メートル、深さ 22.0 メートル、喫水 7.0 メートルの規模であり、これも、冒頭の初舷と比較してもらえばわかるが、出雲型の 70% 程度の排水量と容積を持つ。ヒューガ型護衛艦には、ヘリコプターが最大で4機搭載可能とされており、全通式の飛行甲板には、4箇所の発着陸用のスポットが設けられており、これらを使用した同時発着陸は、3箇所で実施できる仕様となっている。ここで、ヒューガ型と出雲型の相違点の一つに挙げられるのが搭載されている兵装であり、後者は航空機運用能力に重点を置いた設計であるため、20ミリバルカン砲、シース2機と防空ミサイルリム1162機を搭載するのみである。これに対して、ヒューガ型は20ミリバルカン砲のシウス2機搭載は同様だが、324mm の3連装のマーク、32魚雷発射管2機とマーク、41VLS 垂直発射装置を16セル装備しており、このうち4セルに16発の艦対空ミサイルと12セルにアスロック対戦ミサイルを収容している艦である。出雲型は、必要最低限の護艦防空能力のみを与えられ、対戦用の兵装等は、護衛に随伴する予定の護衛艦に任せる方針であることに、比べてみれば、ヒューガ型は、単艦での対潜水艦戦闘に従事することも想定されたものだというのも頷ける。今のような世界情勢になったからこそ、出雲型の2隻が改修を受け、実質的に、固定翼機を運用可能な航空母艦となることは了承されているが、ヒューガ型の建造に際しては、
日本が航空母艦を保有することに対しての国内の合意があったわけではなかった。そのため、大隅型輸送艦で、全通式の飛行甲板の導入は、されていたが、日向型の建造に際しては、政治的な反発も考慮し、三つの艦隊の設計案が提唱されており、要は反応を見つつ推進された実情ということになる。一つ目の案は、すでに存在していた、春名型、白根型と、同様に、艦の後部のみに、大型の飛行甲板を設置するもので、二つ目の案が、艦隊中央部に置かれた艦橋を挟んで、前後に区切られた飛行甲板を持つも、のだった。結果的には、全通式の飛行甲板の採用が選択され、回転翼機に限定されるとはいえ、最も合理的であり、その後の、出雲、型へとつながる実績を作ったと称えられるが、今から考えれば、覚醒の感が拭えない気持ちである。三菱重工と三菱電機が F2 次期戦闘機開発で再結成しようとしているとの動きをキャッチしました。今回はこの三菱の最強タッグの裏を詳しく見ていきますね。F2 次期戦闘機開発では XF9 も完成しているし、イギリスとも共同開発で世界一へと向かう。早く見たい。日本の航空自衛隊が現在運用中である F2 戦闘機、その代替機となる次期戦闘機をめぐっては、2022年5月にアメリカではなくイギリスとの共同開発が進められる方向にあることが日本のマスコミ各社から報じられたのも記憶に新しい。2020年末の時点においては、この自衛隊の次期戦闘機に関しては、日本の防衛産業の小樽三菱重工業者が主幹企業となり、アメリカのロッキード・マーチン社からの技術支援を仰ぐ体制で進められていくものとみられていた。アメリカのロッキード・マーチン社といえば、世界初の、いわゆる第5世代戦闘機に、先鞭をつけた、で、普通にラプターや、今や、西側諸国の標準とも言うべき F-35 ライトニング2を世に送り出している。今の戦闘機分野のリーディングカンパニーだ。日本の航空自衛隊でも、その F-35 ライトニング2の通常滑走路使用である A 型を105機、護衛艦、出雲、加賀、の艦載機とする短距離離陸、垂直着陸仕様の B 型を42機調達している最中であり、その存在感は高い。アメリカでも、次世代戦闘機の開発計画は、進めれており、そこでも、ロッキード・マーチン社は、主体的な地位にあると考えられているが、日本とアメリカとでは、新開発の戦闘機の導入時期に、乖離があることは確かだった。日本は、現行の F2 戦闘機の退役を、2035年前後から、始める予定であるため、次期戦闘機の収益も、これと同じタイミングが求められているが、アメリカのそれは、では、もう少し遅い時期であり、2040年代だと考えられている。こうした収益時期のズレだけに止まらず、アメリカ側では、日本の次世代戦闘機の使用は、第5世代戦闘機の範疇に収まるとの見方をしており、ロッキード・マーチン社としては、
技術支援を行うメリットに乏しいとの判断も重なったようだ。そこで、日本は自国の次期戦闘機とその収益時期2035年を同軸するイギリスのテンペスト計画に接近。2022年に入り、イギリスのロールス・ロイス社と機関部開発での共同をまず打ち出し、にわかかに方向性の転換を図った。また、戦闘機用の新型のレーダーセンサ類についても、2022年2月には、イギリスと日本とは、共同にて、研究開発を行う基本の合意書の取り交わしを行い、その部分からも、イギリスとの共同、協調に舵を切ったことが明らかになった。2022年7月には、イギリスで開催されていた、ファンボロー国際航空ショーの中で、新たな発表があり、これは、日本の三菱電機社と、イギリスのレオナルド UK 社、イタリア企業のイギリス法人が、実証機の開発を行うことで合意したというものだった。イタリアを代表する、軍需産業大手のレオナルド社は、こうした戦闘機搭載用のレーダーの分野でも、ヨーロッパのユーロファイタータイフーン等での実績が豊富で、さらに、同社のアメリカ法人は、イスラエル向けの製品開発にも多数参画している。それらのレーダーセンサ類は、戦闘機用に止まらず、艦艇や車両搭載型など陸、海、空の全分野に及んでおり、イギリスのテンペスト計画向けには、ジャガーシステムと呼ばれるレーダーの開発を担っている。今回のファンボロー航空ショーでの発表は、このレオナルド UK 社が進めているジャガーシステムの共同開発に日本のに三菱電機が加わるということで、イギリスと日本とが各2機ずつの実証実験機を製作していくとされている。ジャガーシステムは、設計の段階から製作を経て評価を行うまでの一連のサイクルにおよそ5年ほどの期間が必要と見込まれており、現時点から起算すれば、少なくとも2027年頃には実用化のめどがはっきりすると考えられる。こうした一連の流れを整理すると、イギリスのテンペスト計画の全体を主管しているのが BAE システムズ社であり、そこに搭載が見込まれるレーダーのジャガーシステムをレオナルド UK 社が担当していると言える。そして、日本の次期戦闘機開発においては、その全体を主管している企業が三菱重工業者であり、そこに搭載するレーダーについては、三菱電機社が、レオナルド UK 社と共同で開発するジャガーシステムが予期されることとなった。三菱重工業者は、日本の防衛産業の雄として自衛隊を支えており、海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるもが、三型や、イージス護衛艦であるアタゴ型、また、歴代の潜水艦など、各種の大型艦艇を建造していることでもよく知られている。また、三菱重工業者は、戦闘機の分野でも、現行の F2 戦闘機を、ロッキード・マーチン社と共同開発しているほか、歴代の航空自衛隊の主力。戦闘機のライセンス生産も行っており、F-15J イーグルや F-35 ライトニング 2A 型もそこに含まれる。三菱重工業者は、こうした各種の軍需品以外にも、海上保安庁の巡視船、巡視艇などの建造、水力、地熱、風力、太陽アキラ、原子力の各種発電用設備、鉄道システムから宇宙用ロケットまで手掛ける一大製造業である。無論、同社は、日本の防衛産業の中では、最大の規模と売上高を誇る企業であり、防衛産業以外の裾野も広いとはいえ、戦前から、日本の兵器開発に大きく寄与する存在となっており、いわば、日本の防衛産業の代名詞的な企業である。また、三菱重工業者の三菱グループ内での立ち位置から見てみると、金融機関の三菱 UFJ 銀行、
総合商社の三菱商事と並ぶ同グループの中核を成す企業であり、基本的に輸出が期待できない日本の防衛産業にあっては、採算は二の次とも言われる。こうした三菱重工業者の企業姿勢は、かつて三菱グループを創始した岩崎弥太郎から、続く国家の発展とともに歩んできた歴史的な背景に負うところが大きいとも言われており、良くも悪くも、その企業風土に、今の日本の防衛は支えられている。こうした三菱重工業者に比すれば、今回レオナルド UK 社とのジャガーシステムの共同開発を進めることになった三菱電機社は、そこまでの防衛産業色は薄いと感じられるが、一部では、精密誘導が可能なミサイル等も製造している。三菱電機社が手掛けている兵器としては、アメリカのレイセオン社製の AIM-7F スパロー中距離空対空ミサイルのライセンス生産や、自前の AAM-4-99 式空対空誘導弾等があり、また、ミサイル防衛システムの分野にも関与している。こうした三菱グループの中にあって、三菱電機社は、三菱重工業者から、およそ1世紀前の1921年に分離、独立した企業だが、両社は、エアコン等の一部の事業では、バッティングする間柄でもあり、内輪では、良好な関係ではないとの声もなくはない。そもそも、三菱グループの中核をなす、三菱 UFJ 銀行、三菱商事は、それぞれの分野で、業界首位の座を他社に譲るなど、逆風にさらされているが、次期戦闘機開発に際しては、日本の防衛を担うことを、最優先に、協調を進めてほしいと願うばかりである。日本の次期戦闘機開発の大枠の形は、この2022年内に、正式な合意を経て発表されると予想されているが、太平洋戦争後の日本がアメリカ以外の国とここまでの規模の兵器開発を行うこと自体が初の試みである。現状ではイギリスが推進しているテンペスト計画に日本側が参画していく方向に見えるが、少し気になっているのはアメリカが日本の次期戦闘機開発を第6世代機ではなく、第5世代機相当の枠だと見ている部分だ。もともと、イギリスのテンペスト計画も、日本の次期戦闘機開発も、第6世代戦闘機開発に該当するとの見方が主流であり、こうした範疇の定義が後付けであることを考慮しても、それが合っているのか否かは、非常に気になる。中国空母艦載機用戦闘機 J35 が登場したとの情報をキャッチしました。今回は、この J35 ステルス戦闘機を詳しく見ていきますね。総発エンジンで空母艦載機ともなれば、それなりの性能を期待しますが、FC31 戦闘機のテスト段階ではエンジンの低速での運動性能に問題が勃発していました。黒煙を上げるなら、ステルス戦闘機としては大問題です。やはりポンコツでしたね。中国で、同国の航空宇宙事業を手掛けている、中国信用引き工業集団が開発中とされている、
戦闘機が FC-31 であり、同国では、すでに実戦配備が行われている J20 に続き、2機目の国産第5世代世代戦闘機と考えられている。中国新洋飛機工業集団は、遼寧省の瀋陽に本拠地を構える中国航空工業企業公司の傘下にある企業であり、FC-31 自体は2012年頃からテスト中と、おぼしき画像がインターネット上に出回り、開発中であることが知られるようになった。これらの流出したテスト画像の中で、そこに収められた機体の機首部には、数字の31001がペイントされていたことから、同機を J31 だと呼称する呼び方が広まったが、これは、あくまでも、推測に基づく仮の呼称である。というのも、J の頭文字で始まる形式名が付与されるのは、正式に、中国軍の戦闘機として採用された機体のみであり、FC-31 は、中国新洋飛機工業集団が、独自に手掛けているもので、正式採用を受けたわけではないためだ。その後2014年11月に、広東省珠海市の珠海金湾空港で開催された、中国国際航空宇宙博覧会において、同機は一般に公開され、そこで、FC-31 という、呼称と海外輸出に向けた戦闘機であることが、中国新洋飛機工業集団より公表された。そもそも、中国新洋飛機工業集団は、現在の J20 の元となった生徒、飛機工業講師が、設計を行った大型キタル第5世代戦闘機のコンペに敗退し、そのコンペに投入した技術をもとにして、中型のステルス機開発を自己資金で進めていたものだ。それは、そのままの大型機の場合、中国軍から正式採用を得ることは困難と見たことと、中型のステルス戦闘機であれば、今後、海外でも一定のニーズが見込まれ、輸出用の戦闘機としてビジネスになると計算したものと考えられる。当初 FC-31 は、同じく、総発の機関部を採用している、第5世代戦闘機の先駆けであるアメリカは、ロッキード・マーチン社製の F-22 ラプターに主翼、尾翼や全体のフォルムなどが酷似していると評されていた、機体である。しかし、2014年の中国国際航空宇宙博覧会で、正式に対外的に公開された FC-31 は、どちらかといえば、ロッキード・マーチン社製の単発の戦闘機、F-35 ライトニング2に似た形状へと、特に尾翼部分は、改められていた。こうした動きと前後して、2013年の9月には、中国海軍の調停局が、FC-31 は、純然とした輸出用のステルス戦闘機であると語り、中国海軍が、これらを、航空母艦の艦載機に採用する可能性は薄いとの見解も示していた。ただし、2020年7月には、中国共産党の機関紙である人民日報の傘下の環球時報が、FC-31 をベースとした新たな艦上戦闘機が開発中で、2021年中の初飛行の可能性に言及する記事を掲載。再び FC-31 の中国軍での採用を匂わせた。そして、翌2021年6月には、湖北省の武漢に設けられている陸上の実験施設にて、FC-31 に酷似した機体の実寸大のモックアップが確認され、いよいよカタパルトに対応した艦載機として、同機が製造されるとの見方が強まった。これが、2022年になると、7月に、最新の FC-31 と、おぼしき機体の画像が、インターネット上で確認される事態となり、2014年の時と同じく、今年11月に、開催予定の珠海金湾空港での中国国際航空宇宙博覧会で、正式にリリースされるのではと推測が高まっている。現在の FC-31 は J35 と呼称され始め、
各種の兵装とジェット燃料を機体内に収容するために、胴体部や主翼の形状が変更されているほか、機関部も、ロシア製の RD-93 から、中国国産の WS-19 に改められており、その排出用のノズルにも、ステルス性を持たせているとされる。これは、機関部のノズルの先端が、先頃、インターネット上に確認された画像でも、見た目の形状から、ギザギザになっていることが、確認でき、その意味でも、J-35 が、全評判通りに、ステルス性能を、その部分から、追求していることが感じられる。ただし、一般的なカタパルトを装備した航空母艦の艦載用の戦闘機の場合、着艦時に大きな負荷の生じる主脚は陸上用に比して強化されており、また、主翼も艦内への積載性とエレベータ等での運用上からは折りたたみ式が必須となっている。しかし、今回インターネット上で確認された J35 とおぼしき機体の場合、主翼、部分は折りたたみ形式ではないように見え、その点からは、まだまだ、同期の艦載機バージョンの実用化は、現実的には、先のことのようにも思える。これを運用するための航空母艦としては、2022年6月に、上海で、中国海軍として、3隻目の航空母艦の、福建が進水を果たしているが、注目されたカタパルト、しかも、電磁式という、その装備部分には、覆いがかけられたままだった。福建の収益そのものは、早く、とも2024年頃となると見込まれており、J35 についても、これに合わせて、正式な艦載機バージョンがリリースされるのかもしれないが、現状では、いずれも、実用化が果たせるのかは、まだ不透明ではある。元々の FC-31 は、アメリカの同盟国や、それに類する国でない場合、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2が調達できないことを見越して、それら第三国に対する、ステルス戦闘機の需要を見込んで企画された経緯があった。ロシアでは、自国用には、SU-57 をステルス戦闘機として生産、実戦配備を進めているが、中国同様に第三国に向けては単発のチェックメイトを輸出用のステルス機として発表しており、現行の J-35 との競合も気になる部分ではある。しかし、ロシアは今年2022年2月に開始したウクライナ侵攻によって、国内の様々な工業製品の生産に必要な半導体等の部品の供給は滞り始めているとも伝えられており、チェックメイトもまた計画通りに生産されるのかには疑問符がつく。その意味では FC-31 もしくは J-35 は、そうしたロシアのチェックメイトが狙っていた市場で存在感を発揮する可能性もあると思えるが、ロシア・ウクライナ戦争という実戦において、各種兵器の有用性が検証される傾向は強まりを見せている。近年では、湾岸戦争やイラク戦争において、ロシア製の兵器に対し、アメリカやイギリスの兵器が一方的に勝利する現実を見せつけたが、イラク軍の装備品は、本国のロシアのものより、グレードが低いという見方も少なからずあった。しかし、今回のロシア・ウクライナ戦争では、当のロシア軍が、西側諸国の兵器支援を受けた、ウクライナ軍によって、部分的には、敗北を喫するような展開も、一部にはあり、ロシア製の兵器への有用性にも、疑義が投げかけられている。このロシア・ウクライナ戦争では、双方が、共に航空優勢を確保できていないため、大規模な航空戦闘は、今のところは正規していないが、クリミアのロシア軍基地への攻撃が拡大すれば、ウクライナ側が、その地域での航空優勢を掌握するかもしれない。その場合には、ある程度強固な対空兵装が備わっていれば、航空優勢を確保することは、難しいことが再認識され、
ことに、陸軍国では、高価な有人のステルス戦闘機等は、費用対効果に見合わない兵器となる可能性。航空自衛隊用 F-35 戦闘機専用空対空ミサイルをアメリカ政府が売却を承認したとの情報をキャッチしました。今回はこの空対空ミサイル AIM-120 アラームについて詳しく見ていきますね。かなり高額な売却承認、日本は飲むしかないよね。日本の航空自衛隊が現状で最大105機の配備を目指して調達中の戦闘機がアメリカはロッキード・マーチン社製のいわゆる第5世代といわれる F-35 ライトニング 2A 型であり、今後は星空戦闘の中核を担う機体となる予定だ。そうした航空自衛隊の F-35 ライトニング 2A 型は2022年度までに合計で55機の調達予算が組まれており、ちょうど計画数全体の105機に対し、半分強のところまで予算上の取得計画は進んでいる状態となっている。この航空自衛隊用の F-35 ライトニング 2A 型に向けて、2022年7月25日にアメリカ政府は、同国軍需企業のレイセオンテクノロジー社が、製造を担う中距離空対空ミサイル AIM-120 アラームの売却を承認した。今回、アメリカ政府がその売却を承認した AIM-120 アラームは総数で150機とされており、金額としては合計でおよそ400億円であり、1機あたりは約2億7000万円ほどに相当する金額だと単純計算では算出される。これまでも航空自衛隊ではアメリカからの AIM-120 アラームの売却承認を適宜受けており、2014年12月に17機、2017年10月に56機、2020年8月に32機と、その合計で105機に到達する数となってはいた。これらこれまでの105機の AIM-120 アラームは、その中でも C 型と呼ばれている、形式のものだったが、今回の報道では、細かな形式までは報じられておらず、同様のものか否かは、現状では不明である。現時点での AIM-120 アラームの最新型は、D 型と呼ばれている形式であり、アメリカ海軍とオーストラリア空軍で採用されており、射程距離では、C 型の約 105km から D 型では、約 180km まで延伸されているという。日本では F-35 ライトニング 2A 型の採用が決定した後の今も、数の上での主力戦闘機である、一部の F-15 や F-2 戦闘機用の空、対空兵装として、国産の99式空、対空誘導弾を配備していたが、F-35 ライトニング 2A 型では、これへの統合が困難である。それは、完全なるステルス性能を発揮させる上で、F-35 ライトニング 2A 型においては、兵装類を、胴体内のウェポンウェイに収容する必要があるが、99式空対空誘導弾は、これに、収めることが困難な大きさであり、これまでも、未対応という経緯がある。ちなみに、AIM-120、アラームの C 型は、
直径が 0.17 メートル、全長が 3.65 メートル、全幅が約 0.48 メートル、重量が 53 キログラム、弾頭重量が 7.31 キログラムであると、使用上の数値では公表されている。これに対して、99式空対空誘導弾は、直径が 0.203 メートル、全長が 3.667 メートル、全幅が約 0.77 メートル、重量が220キログラムと、全長こそ近似であるものの、幅や重さで大きく上回り、F-35 ライトニング 2A 型には、そのままでは対応ができない。ただし、コスト面に視点を移してみると、航空自衛隊での99式空対空誘導弾のこれまでの調達価格は、1機あたり約6500万円ほどであり、付属品等を勘案して、単純比較は難しいものの、今回の AIM-120、アラームの4分の1程度である。当初 F-35 ライトニング 2A 型を開発したロッキード・マーチン社側では、99式空対空誘導弾を同期に統合することは、若干の手を加えれば可能との見解を示していたが、これは同期を進めた上での還元だったという側面が拭えない。AIM-120、アラームを製造する、レイセオンテクノロジー社側は、当初より直径の太い99式空対空誘導弾を、F-35 ライトニング 2A 型のウェポンウェイに収容することは困難であり、統合に必要なソフト等の対応を考慮しても、合理性が低いと述べていた。まあ、ロッキード・マーチン社と異なり、レイセオンテクノロジー社は、自社の AIM-120、アラームを販売することが、最大の目的であるため、多少割り引いて考える必要もありそうだが、日本側が独自に進めるハードルは高かったのだろう。そうした現状の中で、F-35 ライトニング 2A 型に搭載、可能な空対空ミサイルの選択肢としては、イギリスに本拠を構える MBDA 社が持つ元は、ユーロファイタータイフーンや脱走ラファール用のミーティアの改良型が挙げられる。ミーティアの改良型は、スナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルと呼ばれているもので、ベースのミーティアの小型化を行うことで、F-35 ライトニング 2A 型のウェポンベイに4機を収容するべく、開発が行われている。日本は、このスナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルに対して、すでに、2014年から、これに搭載するシーカー、目標操作装置の共同研究を行っており、その完成が待たれる状態だと言ってよいだろう。こうしたズナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルをめぐる、ヨーロッパイギリスとの協調関係は、次期戦闘機開発計画においても注目されている部分であり、これらの実績が左右した結果との見方も多い。ちなみに、2008年時点でのドイツにおける、ミーティア1機あたりの調達価格はおよそ1億2000万円強であり、99式空対空誘導弾と比較すれば2倍弱ではあるものの、今回の AIM-120 アラームに対しては半分以下の。これが、スナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルとして、完成を見た場合のコストは未だ判断できないが、少なくとも AIM-120 アラームほどの高コストにはならないという見方が大勢を占めている。それでも、いかに AIM-120 アラームが日本にとって高額とはいえ、 F-35 ライトニング 2A 型用の兵装として調達する意義があるのは、同ミサイルが近年では数少ない実戦での使用で成果を上げている点が大きい。AIM-120 アラームは1992年12月に同ミサイルを搭載したアメリカ空軍の F-16 ファイティングファルコンがイラク空軍の MIG-25 と対峙し、総機警戒管制機との併用で
見事これを撃墜する戦果を見せている。AIM-120 アラームは、現在のロシア・ウクライナ戦争で、個人携帯型のロケット兵器として名を馳せた FGM-148 ジャベリン等と同じく、発射後に、すぐに、破破機が回避行動に移れるファイア&フォーゲット機能を有している。AIM-120 アラームは、本体の先端部分に、レーダーを内蔵することで、アクティブレーダーホーミング方式を実現しており、先の実戦での撃墜実績と相まって、その性能自体は、疑う余地の内空対空兵装だと言えよう。昨今は、ウクライナに対して、アメリカが、ついに、戦闘機の供与を行う可能性も示唆され始めているため、このまま長期化した場合には、ウクライナ空軍が、F-16 ファイティングファルコンで、AIM-120 アラームを使用する局面が訪れる可能性もあるかもしれない。防衛省が、ついに、1-2式ステルス巡航ミサイルを開発との情報をキャッチしました。今回は、この、1-2式ステルス巡航ミサイルを詳しく見ていきますね。日本も、ついに、長距離巡航ミサイルを完成間近に、テストと量産化ですが、ハイマースの登場で、戦車の存在が薄れています。日本の防衛省は、2022年7月22日に、自らのホームページ上に、令和4年版防衛白書を掲載。その内容は、本編、別冊、資料編、防衛年表の4つの POF ファイルで、自由に閲覧することが可能であり、英語、中国語版も用意されている。また、ここに、初めての防衛白書、第2版、も同時に用意されており、防衛省サイドでは、小学校高学年以上の層に向けた、防衛白書の内容を噛み砕いて、平易に説明したものとして、啓蒙活動を促進していることが伺える。こうした中にあって、別冊の POF の21ページ目において、三菱重工業者で、今、まさに開発が進められている、に、意識地対艦誘導弾、能力向上型が写真付きで掲載されており、防衛装備品の研究、開発の一例に挙げられている。この部分の内容は、本編の PD では439ページに該当するものであり、日本の防衛装備品の研究、開発の現在の状況と今後の対応方針について述べられており、その中で、人に、意識地対艦誘導弾、能力向上型が重要な意味を持つことを示したと思える。ここでは近年の防衛装備品は複雑かつ高性能化の一途をたどり、海外からの調達は単価を含めて総じて上昇しており、逆に国産品は減少傾向が顕著で、その技術的な基盤を維持していくことが困難に直面していると説いている。こうした状況下において、防衛省は、多次元統合防衛力の構築を唱え、その実現に必要な質、及び量の確保を推進するにあたり、大きく、6つの取り組みを行うことが必須になると、
今回の令和4年版防衛白書において記述している。一つ目は、各種の無人化、省人化を含めた統合運用を目指し、それに必要な装備体系の見直しを図ることであり、自衛隊のみならず、世界的な兵器体系のトレンドに合わせて、その装備の近代化を目指すものと解釈できる。二つ目は、日本の技術的な優越確保に向けた取り組みを戦略化して、研究、開発をさらに進め、民生品に使用される技術を積極的に活用すること等を通して、その技術的な基盤を高めていくことを目的とすると打ち出されている。三つ目は、防衛装備品の複雑かつ高性能化を反映したコストの上昇に対し、その取得時の効率化を図ることと、組織的な管理の体制を構築することによって、装備品の調達そのものの最適化を図ることが挙げられている。四つ目は、日本国内における高性能な防衛装備品の生産活動と、その実現を可能とするために、産業基盤自体の高稼働率を確保して、強固な体制を構築する必要性を唱えており、国内の防衛産業の空洞化を防止することを期としている。五つ目は、現行の防衛装備移転三原則に準拠した防衛装備品の展開と、その技術協力が必須であると述べており、防衛装備品の海外への輸出も含めた活動を推進していく方向性を今後も継続していくことを明確にしているようだ。最後の六つ目が、これまでの5つの取り組みと並行して、防衛省が持つ軍事的な知見を、経済的な安全保障の取り組みについても活用していくことを打ち出しており、日本の国家としての政策にも、今まで以上に、防衛省がノウハウを提供すると読める。こうした令和4年版防衛白書の取り組みを象徴するかのように、人に、意識地対艦誘導弾、能力向上型の写真が添えられているわけだが、その外観は、元となった人に、意識地対艦誘導弾の原型は、ほとんど止めていないと言って過言ではない。オリジナルの、一蓋式地対艦誘導弾は、従来型のミサイルと言ってイメージされるような、典型的な円筒形の形状をしていたが、一蓋式地対艦誘導弾、能力向上型では、ステルス性と長距離の飛翔が求められるため、大きく形状が変化している。写真を見る限り、人に意識地対艦誘導弾、能力向上型は、ステルス性を考慮した、シャープな面を組み合わせた造形をしており、中央には主翼と言っても良さそうな、安定した飛行を実現させるための大きめの翼が取り付けられている。もともとの、人に、意識地対艦誘導弾は、最大射程距離でも約 200km 弱であったものが、人に意識地対艦誘導弾、能力向上型では、これが、約 1500km ほどにまで延伸される予定であるため、大幅な外観の変更がなされている。このように、大幅に射程距離が延伸されたとはいえ、人に、意識地対艦誘導弾、能力向上型でも、飛翔速度自体は、亜音速の巡航ミサイルであるため、敵の対空ミサイルによる、撃の確率を下げる意味で、ステルス化は必須だったと見るべきだろう。人に意識地対艦誘導弾、能力向上型は、今後は、航空機に搭載するための空対空型や、艦艇等に搭載するための艦対艦型への横展開が行われるほか、攻撃の対象も、対艦攻撃に止まらず、対地攻撃に転用することも想定されていると思われる。こうした長距離攻撃が可能な巡航ミサイルは、対艦、対地攻撃を問わず、これまでに日本政府が表明してきた、スタンドオフミサイルという、考え方を実現するものであり、自軍の損害を抑えつつ、相手に効果的な打撃を与える手段と言えよう。日本では、これまで、対地攻撃を前面に出してしまうと、敵基地攻撃能力の保有だの、攻撃的兵器の保有だのと、
ソシウタ装備の配備に反対する勢力からの反発が多かったが、ロシア・ウクライナ戦争の現実は、こうした考えの稚拙さを明確にした側面もある。ウクライナに供与されて、ここ最近は、ロシア軍への有効な反撃に使用されつつある、ハイマース等の多連装ロケット兵器だが、これらは、地対地を原点にしながら、地対艦艦用途への使用も付与可能であり、人に意識地対艦誘導弾、能力向上型とは逆のアプローチとも言える。さて、こうした、人に、意識地対艦誘導弾、能力向上型の写真が掲載された令和4年版防衛白書だが、この公開から、3日後の7月25日には、中国軍が、これまでにない行動を行ったことも報じられており、南西諸島方面の防衛に注目が集まっている。それは、中国の大型の偵察、及び攻撃用の無人航空機 TB-001 が1機、中国大陸から、東シナ海を南東方面に進み、沖縄本島と宮古島間を抜けて、太平洋に進出。そこで、進路を南西方向に変えて、台湾の東海上を飛行して去ったとされている事実だ。中国軍の無人航空機が、単独で、このような行動を行ったことは、これまでになく、そうした進路を飛行できるように、事前にプログラムが行われ、かつ、そうした飛行をアシストする、高度な通信技術を確立しつつあることが脅威と見さされたと言える。今回使用された中国の無人航空機 TB-001 は、昨年2021年8月にも、他の中国軍の航空機とともに、沖縄本島と宮古島間を抜け、大東諸島の周辺海域に出没したことがあり、総発の機関部と総動の形状を持った、大型の無人航空機である。実は、さらに、今から、5年までの2017年5月には、中国公船から放たれたと、おぼしき無人航空機が船、各諸島の領空に侵入するという、事態も発生したことがあり、性能を向上させた、無人航空機を使用して、こうした行為が常態化する可能性もある。これを受けての国会答弁では、当時の安倍政権は、無人航空機の扱いも、有人航空機の場合と同じで、それに対する武器使用は、正当防衛時と緊急時に限られると回答しており、果たして、その対応で対処できるのかという点は、議論の的となった。イギリスで開催されたファンボロー国際航空ショーにおいて、三菱電機とレオナルド UK 社との次世代レーダーを共同開発するとの情報をキャッチしまいた。今回は、この次世代レーダー共同開発を詳しく見ていきますね。本格始動した F3 戦闘機開発とテンペスト同時進行で進んでいき、ますね。2022年に入って以降に、日本は、航空自衛隊の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機計画について、イギリスとの協調と連携を図りながら、
これを推進する方向性が打ち出され、アメリカ一辺倒だった領域に変化が見え始めている。今年2022年2月中旬には、イギリスの国防省が、日本との間で世界的に見ても、先進的な戦闘機用戦車の共同研究に乗り出すために、基本となる合意書を取り交わしたと発表。スコットランドにおいて開始される見込みだと伝えられた。ここで言うスコットランドとは、イタリアの軍需企業大手、レオナルド社のイギリス現地法人である、レオナルド UK 社を指しており、同社が、戦闘機用戦車の日英の共同研究の中核を担うことが明らかになったと言えた。レオナルド UK 社では、ジャガーシステムと呼称されるユニバーサル RF 戦車技術を用いており、脅威となる敵目標を検知、迅速かつ精緻に特定するもので、敵側からの同様な動きを阻害する働きを担い得ると考えられている。このユニバーサル RF 戦車技術が用いられた戦闘機用戦車は、これまでの同種のものと比して、実に1万倍以上に相当するデータ収集能力を実現し、それらを解析して使用することで、高度な戦場での認識能力を発揮するという。レオナルド UK 社のジャガーシステムは、開発完了までに、およそ5年ほどが見込まれており、その間、日本とイギリスとは、双方で、2機ずつ、のこれを搭載した実証実験機を通じて、そこで得られる情報の共有を図るとされている。そして、2022年7月19日、日本とイタリアとの次期戦闘機開発における、協力関係をさらに強化すると、イギリス政府が発表、今年2022年中をめどとして、より詳細で具体的なこの3カ国における協力計画を進めていく方針であることを表明した。前述のレオナルド UK 社によるジャガーシステムや、イギリスのロールス・ロイス社と日本の IHI 社による機関部の共同開発等が進められている次期戦闘機開発に対し、ここに本格的にイタリアも参画することが示された形だ。イギリス政府は、今回の発表について、自国を含め、日本、イタリアともに、アメリカ製の、いわゆる第5世代戦闘機、F-35 ライトニング2を運用中でかつ、これまでにも、合同軍事演習を行った経緯があることを前面に出した。さらに、イギリス政府は、同国の大手軍需企業、BAE システムズ社が、新しい実証実験機を、今後、5年内をめどとして、機体のステルス性能を試験する目的で製作し、それを、世界に向けて公開する予定であると述べている。こうしたイギリス政府からの発表を受けつつ、7月18日から22日までの日程で開催されていた、今回で51回目となった、ファンボロー国際航空ショーでは、レオナルド UK 社と日本の三菱電機社とが、新たな発表を行った。ちなみに、今回のファンボロー国際航空ショーも、イギリス南部、ハンプシャー州のファンボロー空港を舞台に開催されており、これまでは、学年開催が常であったが、前回2020年は、新型コロナウイルスの蔓延で未開催だった。今回のファンボロー国際航空ショーでも、アメリカのボーイング社、レイセオンテクノロジー社、イギリスの BAE システムズ社、ロールス・ロイス社等々、西側を代表する航空宇宙関連企業が複数参画して行われた。そこで、ジャガーシステムを有するレオナルド UK 社と三菱電機社とが、その技術を搭載した実証実験機の開発において協力することが、合意に達したと述べられ、2月に取り交わしが行われた合意書を、さらに一歩進めたものだ。これまでの合意書では、新たな戦闘機用戦車として、その準備段階としての概念の分析や実現に向けた可能性の調査を行っていたが、これをベースに、実際の共同開発のフェーズに移行していくことが、確認されたと見てよい。レオナルド UK 社の母体である
イタリアのレオナルド社は、ジャガーシステムのみならずユーロファイタータイフーン等、採用のレーダー開発にも従事しており、アメリカ法人のレオナルド DRS 社も同様である。レオナルド DRS 社は、アメリカやイスラエル企業とも協業しており、各種の航空機や艦艇、地上車両に搭載する複数のレーダー開発を手掛けており、同分野において、世界で最先端の技術力と開発力を有すると考えられている。こうした動きを通して、日本とイギリスとの前者の次期戦闘機開発、後者のテンペスト計画は、着々と進展していることが感じられるが、イギリスのロイターも、7月14日に、これらに関する記事を掲載し、注目を集めていた。ロイターの記事によれば、イギリス側は、前述した7月18日から、開催されるファンボロー国際航空ショーにおいて、自国で進めるテンペスト計画についての新情報を明らかにするのではないかとの見通しを述べている。そこでは、イギリスと日本とが、各々の抱えるテンペスト計画と次期戦闘機開発計画について、それらを一つにした次世代の戦闘機の開発に集約する可能性について言及されており、究極的な開発、及び調達コストの低減を志向していると予想している。ここで完成を見た次世代戦闘機については、日本とイギリスとが、相互に、自国での調達、運用を行うことと並行して、前者がアジア市場、後者がヨーロッパ市場への輸出も念頭に置いているとも述べてられており中に興味深い。これが事実だとすれば、日本にとっては、これまで最も有力な防衛装備品の海外輸出を行う可能性も秘めているようにも感じられるが、現状では、ここまで踏み込んだ展開は、日本、イギリス政府の公式な発表には含まれてはいない。また、そうして、次世代戦闘機が完成を迎えたと仮定しても、日本、イギリスともに、アメリカ軍との相互の運用性を保持するための各種の通信機器やデータリンクに必要な電子機器類は、アメリカ製の製品を抜きにはできないとも言われている。2022年5月に、日本のマスメディアである大手新聞複数社が、日本の次期戦闘機開発は、イギリスとの共同開発に舵を切ったと報じたが、これを全面的には支持しない、テレグラフ社等の海外メディアの分析も存在している。そこでは、日本は、集団的、自衛権が防衛政策として容認されておらず、この縛りから、アメリカとの安全保障体制からの脱却は困難で、イギリスが、その地位を取って変わる存在となることは、事実上ありえないだろうと述べられている。アメリカは、自国の国際的な基本戦略の一環として、先進的な軍事技術の輸出や移転するに、際に、そのすべてを開示することはなく、また、さらにそれらを行った相手国に対しても、厳しい運用上の制限を課している、レーハマイ挙にいとまがない。イギリスもそうしたアメリカの姿勢は熟知しており、こうした認識は、西側諸国にも共通するものと言えそうだが、無論、日本も、現行の F2 戦闘機を開発するにあたって、F16 ファイティングファルコンをベースとせざるを得ず、これは痛感している。そのため、イギリス政府が、日本との連携を模索してきた背景には、軍事的な連携を進めるというよりも、拠出可能な日本の財力に着目しているとの見方も多く、今年2022年中とされる日本の次期戦闘機開発の方向性からは目が離せない。
中国の003型空母が進水式を行い、福建空母と命令されました。今回は中国空母を7隻保有論について詳しく見ていきますね。太平洋だけでなくインド洋も狙っていますが、インドは今のうちにアメリカと組む方が得策ではロシアは終了です。日本を取り巻く周辺国には、依然としてロシア、北朝鮮、中国という軍事力を背景にした仮想敵国が健在であり、ロシアとの北方領土、北朝鮮のミサイル、そして中国による南西諸島への圧力が課題、脅威となっている。ロシアとは、ロシア・ウクライナ戦争の勃発をめぐって、日本は経済制裁を行う関係となっており、この戦争の遂行に注力しているロシアは、短期的に日本への軍事行動を起こす余力はないと思えるが、北方領土の件は、ペンドしたままになるだろう。北朝鮮は、通常兵力では、日本に脅威をもたらす存在ではないが、近年は、ロシアから、核兵器の各種の技術の入手をさらに進めている模様で、2022年は、年初より、新型の弾道弾や、巡航ミサイルの試射を行うなど、相変わらずの核による、恫喝を継続している。これらロシアや北朝鮮は、日本に向けて軍事侵攻するような余力も兵力も、現状では持ち合わせていないが、中国は別格であり、この2022年6月には、純国産の航空母艦としては、2隻目となる、福建を進水させる人し、軍事的な海洋進出をさらに進めている。福建は、これまで中国海軍が就役させている、遼寧や、山東といった航空母艦と異なり、アメリカ海軍の大型原子力空母並みに、カタパルトを備え、既軽快艦制機の運用まで視野に入れており、戦闘能力を著しく向上させている。すでに、中国では、航空母艦として、4隻目の艦艇を、今回の、福建と同じく遼寧、州の大連の造船所での建造に着手しており、また、海南島の造船所で5隻目、上海の造船所で6隻目の建造計画が予定されているとも伝えられている。少し以前までは、こうした4隻目以降の中国海軍の航空母艦は、福建までの通常動力型から転換、アメリカ海軍のそれらと同様に、原子力推進型となる可能性が指摘されきたが、これについては、現状では判然としていない。これは、福建の存在を正当化するためなのか、中国共産党配下のメディアである、環球時報等の SNS 上において、原子力推進型の航空母艦のデメリットを羅列する表記も見られ、技術的な問題から通常動力に止まる可能性もあるようだ。いずれにせよ、中国海軍が、6隻目までの航空母艦建造を志向していることは、ほぼ確実であり、こうした流れを補強するかのように上海、交通大学内の国家戦略研究センターに所属する専門家も、今後の方向性について示唆している。それは、中国のメディアである、鴻海新聞に掲載され、一中国海軍は、6隻以上の航空母艦を保有すべき、二、その内訳は、1隻が、現練習用の、遼寧で、艦隊として、北海1隻、東海、及び、南海に各2隻を配備すべきだと述べている。続けて3、将来的には、インド洋に、常設の艦隊を増設し、そこにも航空母艦を配備すべき、4現在就役中の075型強襲揚陸艦も、簡易的な航空母艦としての運用を目指すという4点を掲げており、6隻目は2037年までに進水すると位置づけている。こうした中国サイドからの見方に止まらず、福建が進水を迎えた2022年6月には、カナダの軍事専門誌、ガンワボを務む評論が、
電子版において、中国は6隻の航空母艦を2035年をめどに配備するとの記事を発表、注目を集めている。このカナダの軍事専門誌、ガンワボを務む評論の内容の方が、前述した中国の上海、交通大学内の国家戦略研究センターの予測よりも、中国海軍が6隻の航空母艦を配備するスケジュールが2年ほど前倒しになっていることも興味深い。ガンワボを務む評論では、中国海軍が航空母艦戦力の増強に注力している理由を、台湾への武力侵攻を行うと仮定した場合、これを阻害する要因となり得るアメリカと日本の海上戦力を局所的に打ち破ることを念頭に置いていると見ている。現状のアメリカ海軍は、大型原子力航空母艦として、ミニッツ級10隻とジェラルド・R・フォード級1隻を配備、運用しており、中国海軍といえ、土世界の海では、未だ、正面から対峙はできないが、台湾海峡に限定した主導権の確立を説いているようだ。従来は、遠洋への進出、戦力投射能力が不十分であった中国海軍だったが、航空母艦を6隻配備することで、西太平洋方面まで進出する力を得る可能性があるとも言われ、そのために、6隻の航空母艦が少なくとも必要だと考えられている。中国海軍は練習用の航空母艦として遼寧を運用しているが、ここ最近の同艦は東シナ海の日本の南西諸島周辺海域にまで進出して、艦載機の発着艦訓練を実施しており、その出撃回数はアメリカの航空母艦並みの頻度に近づいている。さらに、中国が台湾に武力侵攻を行う場合には、その自国の領域の対岸たる西側からの侵攻が主要サムになることは想像に難くないが、遼寧の東シナ海進出を見れば、逆の東側からも台湾への攻撃が可能になる恐れが想定されるだろう。そうは言っても、いかに中国といえ、と台湾への武力侵攻は最終的な手段だと考え、現状では台湾に新中国政権を合法的に成立させ、内部から中国の併合に向かうように政治的な工作を第一目標に置いているのも事実に見える。しかし、ロシア・ウクライナ戦争の開戦に踏み切ったロシアのように合理的に考えれれば、軍事侵攻によるメリットは薄いはずにもかかわらず、独裁的な権力を握る層が何らかのきっかけでこうした判断を行う可能性も捨てきれない。そもそも近年の中国の海軍重視の政策は、1982年当時に同国の最大の実力者であった鄧小平が海軍司令官であった劉化成に命じて行わせたものが原案であり、ここで航空母艦を保有することの基本戦略が打ち出されたことに遡る。劉化成は、第一列島線、日本の九州から沖縄、台湾、フィリピン、ボルネオ島を結んだ線と、第二列島線、日本の伊豆諸島から小笠原諸島、グアム、サイパン、パプアニューギニアを結ぶ線を軸に、中国の海洋戦略を説いた。そこで、中国海軍は、1980年代から2000年までに、自国の沿岸防備を固め、2010年までに、第一列島線内の制海権を確立、3、2020年までに、航空母艦を保有し、第二列島線内部の制海権を確立、4、2020年以後、アメリカの太平洋、インド洋支配を定義されていた。これに照らして現状を鑑みれば、今は2022年だが、2以降の2010年以降の目標は達成できたとは言えない状態に見えるが、確かに、その方向に沿って、中国海軍の戦力の増強は、進められていることは、
間違いないと感じられる。また、航空母艦の建造に関しては、10年ごとに区切って、1、遼寧の完成と、艦載キタル J15 の運用、2カタパルトを装備した、中型クラスの航空母艦2隻を建造、3大型原子力空母と、いわゆる第5世代機の艦載機化を大目標に掲げている。ここでも、現状では、2の段階として、今回の、物件の浸水を迎えたことが見て取れ、大枠では、策定した計画に則って、中国海軍が、航空母艦の建造と、戦略的な目標の達成を志向している状態である。と判断して、間違いないだろう。こうした大枠の海軍構想の最中の1996年に生起した第三次台湾海峡危機では、中国は、アメリカが差し向けたフォレスタル級、インディペンデンスと、ミニッツ級、ニミッツの両空母打撃群の前に引くしかない体験を経て、航空母艦保有を加速させた。大陸の陸軍国であった中国が、海軍重視の戦略に転換できた一因としては、こうしたアメリカとの台湾をめぐる攻防以外にも、1991年に国境紛争を抱えていた旧ソ連が崩壊し、その後顧の憂いが取り除かれたという件も大きかったと考えられる。海上自衛隊救難飛行艇 US-2 が世界最強の救難飛行艇と言われるとの情報をキャッチしました。今回はこの困難な救難を可能にする US-2 の驚きの性能と特徴を詳しく見ていきますね。こんな機体日本人にしか作れん。2022年6月28日、沖縄本島より南東方面におよそ 780km の距離の太平洋上にて、海上自衛隊の岩国基地の第71航空隊に所属する US-2 救難飛行艇が漂流中のヨット1隻の救助を実施、外国人3名の命を救った。このヨットはアメリカ船籍のアリア号という船だったが、アメリカ人1名とフィリピン人2名の家族を乗せて、フィリピンから出港、アラスカを目指し、航行中にマストが損傷、機関部にもトラブルが発生して、救助を要請したものだ。このアリア号からの救助要請を受けた海上保安庁は、事故海域を管轄する第11管区海上保安本部から、巡視船を出港させると同時に、救助の速度を重視して、空からの助力を得るために、海上自衛隊への災害派遣の要請を実施した。災害派遣の要請を受けた海上自衛隊では、まず、沖縄の那覇、基地から P-3C 哨戒機を発進させ、続いて、岩国、基地から US-2 救難飛行艇も発進、当該の海域へと向かわせ、先行到着した。P-3C 哨戒機が漂流するヨットを発見する。やや遅れて、現場の海域に到着した US-2 救難飛行艇は、即座に、ヨットの乗員の救助を迅速に行い、収容したアメリカ人、及びフィリピン人の家族3名を、沖縄本島へと無事に移送、要請された災害派遣任務を見事に完遂した。これまで、海上自衛隊の US-2 救難飛行艇が行った災害救助活動としては、2013年6月に
人気テレビキャスターの辛坊治郎氏らが太平洋の横断中に遭難した件が著名であり、同氏の知名度からも、事故後の露出が高く、代表的な救助例となっていた。こうした海難事故で、見事な対処を見せている US-2 救難飛行艇だが、同機は、日本の兵庫に本社を構える新明和工業社が手掛けている機体であり、海上での救難活動に特化されたものとして、2007年から運用が開始されている。2022年7月、現在、海上自衛隊では、合計で7機の US-2 救難飛行艇を保有、運用しているが、新明和工業社自体では、これまでに8機を製造しており、2015年に、高知県の足摺沖の事故で、1機を消失したことから、この数となっている。US-2 救難飛行艇は、乗員11名、全長 33.25m、全幅 33.15m、全高 10.06m、最大離着陸重量 47.7 トンで、機関部には、ロールスロイス社製のターボプロップエンジン4機を搭載、巡航速度約 470km、時、航続距離約 4700km を誇る。こうした US-2 救難飛行艇のカタログスペックは、国際的な市場で競合するカナダのボンバルディア CL-415 飛行艇や、ロシアの B-200 飛行艇を、ほぼすべての項目において凌駕しており、世界一の性能を有すると言っても過言ではない。ことに、US-2 救難飛行艇は、海難救助に特化した機体であるため、離水距離280メートル、着水距離330メートルで、着水可能な波の高さは 3.0 メートルと、ボンバルディア CL-415 飛行艇や B-200 飛行艇の同様の数値を大きく上回っている。ただし、海上自衛隊でも、前述したように、これまでに、合計で8機しか調達されていないことから、少数の生産数に止まっており、1機あたりの製造コストは、軽く100億円を超過している状態といえ、非常に高額な機体でもある。US-2 救難飛行艇の製造を担っている、新明和工業社の前身は川西航空機社であり、この企業は、太平洋戦争までは、局地戦闘機として、現在でも、よく名の知られた市電、及び、市電改めを生み出している、航空機製造企業であった。川西航空機社は、現在の US-2 救難飛行艇につながる系譜を持つ飛行艇を多数手掛けており、当時から、97式飛行艇や2式大型飛行艇等の大日本帝国海軍で使用された機体を製造しており、特に、高射8式大艇の通称でよく知られている。この当時の世界最大と謳われた2式大型飛行艇等の製造技術を継承しているのが新明和工業社なわけだが、太平洋戦争後の日本は航空機の製造を連合国から禁止されていたこともあり、現社名で同事業に復帰したのは1960年であった。その前年の1959年には、レシプロの民間用の輸送機である YS-11 の製造を担う日本航空機製造社の設立に、後の新明和工業社も尽力し、同機の製造に関与することで、戦後の航空機製造を再開させたということができるだろう。ちなみに、川西航空機社のすべてが、現在の新明和工業社に移管されたわけではなく、その一部は、自動車製造を手掛ける、明和自動車工業社になったが、これは、現在のダイハツ工業社の前身となっており、今も続く小型自動車の製造元となっている。さて、新明和工業社に話を戻せば、同社は、海上自衛隊に、1970年に採用された PS-1 追戦哨戒機の製造によって、航空機生産を手掛ける企業としての道を再び歩むこととなり、同機は、
総数で23機が製造され、1989年まで運用が行われた。新明和工業社では、この PS-1 対潜哨戒機をベースとして海上自衛隊向けに救難飛行艇を開発することとなり、これが US-1 飛行艇として採用され、1976年から2017年まで運用され、総数で20機が生産された機体となった。最終型の US-1A 飛行艇は、乗員12名、全長 33.5 メートル、全幅 33.2 メートル、全 10.0 メートル、最大離陸重量 43.0 トン。機関部には、GE 社のターボプロップエンジンをライセンス生産した4機を搭載、最大速度約 490km、時、航続距離約 4000km を達成している。ここで完成した US-1A 飛行艇に近代化改修を施したものが US-2 救難飛行艇であり、使用上のスペックを見れば、ほぼ、その数値のいずれもが近似値であることは、見ての通りで、より、水上での運用と救助能力を向上させた機体となっている。US-2 救難飛行艇の大元となった PS-1 対潜哨戒機であっても、すでに着水可能な波の高さは 3.0 メートルを確保していたが、そうした運用は、すべからく、操縦者の技量に依存しており、その部分の確実性の向上も問題ではあった。そのため US-2 救難飛行艇では、電子制御のフライバイワイヤ方式が実装され、悪天候で波が高い環境下であっても、従来以上の安全性と確実性が担保されており、操作系も US-1A 飛行艇を継承しているため、円滑な移行が可能とされている。こうした世界的にも、高水準の特徴と性能を備えた US-2 救難飛行艇は、国外への輸出も検討されており、特に2013年頃より、インドをその対象とした案件が有力な候補として、たびたび日本のマスメディアでも報じられるなど話題となっていた。翌年の2014年1月には、インド政府が US-2 救難飛行艇を少なくとも15機、1機あたりの単価1億1000万ドルでほとんど合意を得たとの報道もなされたが、結果的には2022年の今に至るまで、正式な契約の締結には及んでいない。これは、US-2 救難飛行艇の競合となるロシアの B-200 飛行艇であれば、その1機あたりの単価は、およそ7000万ドル程度とも言われており、性能云々は置いておくとしても、15機調達した場合のコスト差は、歴然としているためとも言えそうだ。折しも、今年2022年2月に生起したロシア・ウクライナ戦争によって、ロシアは西側諸国から経済制裁を課されており、今後は様々な工業製品の生産にも支障をきたすことが囁かれているが、これが US-2 救難飛行艇の追い風となるのかは未知数である。